福島第一原子力発電所の5号機、6号機の取水口付近に設置しているシルトフェンスの一部が切れていることが分かった。午前10時過ぎに作業員が見つけた。シルトフェンスは海水の流れを抑えて、海底の土などが取水口に流入しないように、海中に長さ100メートル、深さ8メートルで設置されている。東京電力は、 台風の影響で波が高くなりフェンスが切断された可能性があるとみて調べている東京電力はまた5号機6号機の取水口では汚染水漏れは確認されていないとして汚染水が拡散する恐れはないと説明している